公安部隊、民衆軍、または公安警察は、コスタリカの法執行機関、軍事組織。憲法で、常備軍が禁止されている代わりに、国の自主性を守るという任務が付与されている。立法議会警備にあたる、警察部隊公安省の管理下で、経ら、警備警察における、集団警備力を担う組織であり、1994年から1996年に、 かけて、既存の治安警備隊、地方支援警備隊、外勤警察及び国境警備隊を順次に統合再編して編成された。憲法で、常備軍が禁止されていることから、国の自主性を守る、公安、秩序を守る、住民の安全を守るという三つの役割が付与、されている。公安現役部隊担当副大臣の指揮下にある、内部部局として刑務局、 特殊部隊局、法務支援局、地域局、考慮保安局、防犯企画局が設置されている。また、地方支分部局として11個の州部局、その下部組織として93個の警察署が設置されている。合計で12,600名の人員を要するが、国際戦略研究所では、このうち9,000名を、準軍事的要員として数えている。これらの、 純軍事的要因は国内の治安維持や麻薬戦争、犯罪対策だけでなく地域の平和維持活動にも投入されている。特殊部隊として特殊部隊局には警察介入部隊及び特殊支援部隊が設置されている。なお、その他の法執行機関でも大統領府には特殊介入部隊、司法捜査局には戦術対応部隊が設置されている。 これらの特殊部隊は、アメリカ合衆国など域外からの軍事訓練を受けており、500名以上の警察官がアメリカ陸軍米州学校で訓練を受けた。上記の通りに、複数の組織を統合して編成されたこともあり、消火器は極めて多彩である。常備軍廃止直後、アメリカ合衆国から M1911A1 拳銃及びスミスワンド、ウェッソン。 38口径拳銃、M3 サブーマシンガン、M1 カービン、M1 小銃及び、ブローニング M1919 銃機関銃が、供与された。またその後、様々なルートから、H&KMP5、M16H、65式フヤリ、IMI ガリル、FN フェル、スプリングフィールド M14、ドラグノフ狙撃銃、M203 グレネードランチャー、 M60 機関銃が入手された。銃火器として、少数の 60mm 及び 81mm 迫撃砲を保有する。サンディニスタによる航空攻撃に対処するため 20mm 対空砲を保有していたが、これは2017年現在退役状態にある。また、M3 装甲車や M113 装甲兵員輸送車、 UR-416 走行兵員輸送車も保有していたが30年来活動自態が確認されていない。ありがとうございます。